はいどうも、辰巳イバノビッチです。おいシャロオッケー。今日はなんだっけ、ストーンヘンジに行こうと思います。ストーンヘンジって何？ストーンヘンジは石です。そっか。でもなんか世界遺産に登録されてるっていうので有名なのと、あとはなんかなんでそこにその石があるのかっていうこと自体がすごいミステリーということで、なんかミステリースポットとも呼ばれてます。なんか世界の中でもなんか一番謎に包まれた場所っていうことで、まあせっかくイギリスに来たんで、ちょっと立ち寄ってみようということで、ちょっと全部ガンちゃんに、運転してもらって、ロンドンからどれぐらいだったっけ ?2 時間半。2時間半ぐらい。で、まあ、俺はただ座ってただけなんですけれども。ちょっともうそろそろ着いたんで、行ってみようと思います。一応ここが入り口となっております。なんか無料で行けるのかと思ったら、結局お金は払うみたいです。It tells you how many people you need. Oh, damn, you're getting 85. Oh, 80. What does that mean? な原始人のお家みたいのがあります。なんだろうこれ、石かな、石となんか藁竹かな、なんだろう、石、謎だ。 Home is for the builders of Stonehenge。 なんか一応ストーンヘンジを作った人たちがもしかしたら住んでたんじゃないかって言われてるお家だそうです。なんか豚臭いね。これはベッドかな、ベッド。寝てみましょう。はい、寝てます。These people said that there's a free spot. Like, there is. Yeah. で、ここになんかいろりみたいのがあって、なんか昔の日本の家みたいな。Yeah, そうだ。多分、あっちから行くのにはちょっとお金かかるので、なんかちょっとどっかね、無料で見に行けるとこないかっていうの、ちょっと車で。いろいろ周りを回ってみようと思います。脇道からちょっとこう、まあ、フェンスとかあって、まあ、本当入っちゃダメなんだろうけど、あそこにあるのがストーンヘンジです。普通のカメラだとやっぱちょっと遠すぎなんで、このでっかいレンズを使って見ようと思います。